インノケンティウス13世は、ローマ教皇。本名は、ミゲーレ・アンジェロ・コンティ。彼の知性における二大トピックスは、ジャンセニスムと中国の天礼論争があった。ローマ近郊、ポーリ出身のコンティは、アンコーナ、ローマで学び、クレメンス11世の時代に、数奇教に挙げられ、教皇施設として、ポルトガルに赴いた。そこで見た、イエズス会員に対する嫌悪感が、 後の彼の政策に影響する。1721年、クレメンス11世の死去を受けて行われた教皇選挙で、かねてから評判が高く人徳者と言われていたコンティが教皇に選ばれた。インノケンティウス13世の在位中、取り立てて大きな事件はなかったが、彼は教皇として訴えられていた、天礼問題を扱い、イエズス会の中国での選挙を禁じている。同時に、 イエズス会に対して新規会員の入会を禁じるという厳しい措置を行っている。イエズス会と敵対していたフランスのジャンセニストたちを支持する司教団は、ここぞとばかりに反ジャンセニスム的な強行直所、ウニゲニトゥスの取り下げを願ったが、これは聞き入れられなかった。かえってウニゲニトゥスを再確認する直所を出したため、一部のジャンセニストが憤慨し、 1723年にカトリック教会を離れてユトレヒト教会を設立している。教皇はイングランドの王位継承をめぐる争いではジェームズ3世を称したジェームズ2世の子ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートに肩入れしていたことでも知られる。また有名なスペイン広場のスペイン階段の建設を支持したのも彼であった。ありがとうございます。